寝るとこも動画にしようかな。嘘しない。いや、意外に角度結構重要なんですよね、寝るところの。なんかね、その寝るところの角度、あ、そう、あのアホみてえに高いアイマスク買ったんですよね、だいぶ前に。高いもん大好きでね。いや、浪費大好き。いや、親の金だっつうのね。え、いや、さすがに言っとかないそこは。ちょっと待って。ああ、すごいうざいね今の。すごい、みんなうぜえな。こうこうか、まあ、ここらへんかな。うぃ、手相見せたるでー。ノリが嫌だな。はいはい、オスミンゴとフラミンゴ、バイバイチンチン。まあ、頭おかしいんでね、下ネタ、そのソフト下ネタ連発しちゃうよ。ああ、何でも墨つけたがるよね、黒いものには。これ一応墨なんか、墨の符じゃないぞ、墨目隠しみたいなやつ。いやー、でもね、高いんですよ、これ意外に。東急ハンズでかかった。買ったんですけどね。おやすみなさい。あー、もうね、ちょっとね、陰部が垂れ下がってる。え、どんな感じカメラ。あ、そこまで見えてないからいいか。はい、おやすみなさい。判決になってるのか。判決を判決します。いやー、アイマスクうずいな。あー、外しました。結局ちょっと、どれだ、真っ暗にします。どうせみんな見えない。もう心霊のオーブとかがこうやって浮いてね。いや、ほんと、あ、これ俺の手ですよ。はい、やめます。